食草に止まっている様子二星を飲みハムシスーデデラ、ザントスペラバリーはハムシ科の昆虫の一つ。サルトリーバラを食べ、全身が黄色くて、全身先端近くの外側に、気褐色の大きな反紋がある。体長は、約8ミリメートルだが時に5ミリメートル程度の小型の個体が見られる。全体に、赤活色で、全身の後ろの側面には、 縦長の黄色い半紋がある。その他触角と、不足の軽節と武士は黒い。触角は体長より少し短い程度ある。前胸世は長さが幅より短くて、中央よりやや前で丸く幅広くなり、そこから前方に狭まっている。また表面には天国がなくて滑らかになっている。後端近くに横向きの溝があり、その両端近くに短い縦溝がある。 前紙は閉じた状態では、前端で前胸より少し幅広く、後方に向かって平行になっており、先端に向かってわずかに狭まる。前紙の前端、肩の部分の内側に縦長のへこみがあり、前紙表面には細かな天国の列が規則正しく並び、その間には極小の天国が少数散らばっている。成虫は5から6月に見られ、サルトリーバラを食草とする。 神奈川県では、成虫の出現は4月下旬から6月中旬で、成虫はサルトリーバラの葉の基部に長方形の植根を作る。5月下旬に産卵し、卵は投稿色で細長く、これを塊にして地表に産み付けられる。負荷には約2週間かかり、幼虫は地中で根を食うものと考えられている。1年1世代であるが、どのような形で越冬するかは知られていない。 日本では、本州、四国、九州に分布し、国外では、中国と台湾から知られる。本州は、体色と反問がよく目立つので判別は容易である。同様の位置に反問があるものには、モンナガハムシ、ズーゴフェラアヌラタがあるが、体長5ミリメートルに満たず、またマユミや、ニシキギなどを食べるものである。以下、種として、石井ほか P1207、石井ほか P1207、木本、滝沢 P479、林田変著、P1984 円、P12、ありがとうございます。